僕の動画を見て満足してしまっているエアプ勢の皆さん、こんばんは。原田です。ちょっと少し時間が経ってしまったんですけど、ポケットモンスターウルトラサンウルトラムーンの予約がね、9月22日から始まりましたね。まあ、これを機会に僕の動画を見てね、まあ、ポケモンやってないけど僕の動画だけ視聴してるみたいな皆さんもぜひウルトラサンウルトラムーン、まあ、対戦しなくてもストーリーだけとかでも、まあ、おそらく楽しめると思うんで、ぜひ手に取ってもらえればなと思います。私ちょっと言っておきますが、宣伝しておりますけど、僕はちょっとポケモンの企業とは何の関係もないんで、ゲームフリークとは何の関係もないんで、そこら辺はね勘違いしないようによろしくお願いします。一人でも多くのポケモントレーナーが増えてくれることを望んでるので、ここでこうやって宣伝してるとね。ということで、初戦の相手のハヤトさん、対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティー、これ俗に言う陰キャパーティーっていうやつですね。なんかこういうパーティーをいつからなんかこの陰キャ戦術とか陰キャパとか言われるようになったのがちょっとよくわかんないんですけど、対戦よろしくお願いします。まあ、ヒートロトムから入りましたね。圧倒的に出し負けするポケモンがいないし、まあ、毒毒もあるんで、まあ、サイクル系のパーティーにはいけるかなと思って、ゲンガー、まあ、悪くはないけど良くもないな。でルカリオはポリゴン2とか、まあ、万が一チルタリスが来た時用の突破用を、マリロリは鉢巻き持ってるんで、相手のパーティー水も一貫してるし、サイクル崩壊させれるかなと思って連れてきたんですけど、炎 Z 打ちたいな、ここ。だ炎 Z 打ちたいんですけど、相手の裏にヒードランがいたらめんどくさいんだよな。でも、ボルトチェンジ打っても引き先がいないんで、引っ込める、ヒードランはまずい。ズイマーのまずいですね。まあ、いっか、炎技吸収されちゃったけど、ちょっと喉乾いたんで、飲み物飲みます。まあ、今日の飲み物は、僕が世界で一番好きな飲み物である、コカ・コーラ。ここはもう、ロテムでやることないんで、ボルトチェンジですね。で、問題はここなんだよな。相手が炎技を打ってくるとか、ヒードランって言ったら、毒毒の搭載率が高いんで、毒毒を打ってくるか分かんないんですけど、ルカリを出して炎技飛んでくる方が最悪なんで、まあ、一旦マリルリ出しますか。噴煙、やけどしたらこのクソドブネズミポケモン、泥沼に沈めたるわ。オッケー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 。ここまで脅迫しとけば、まあ、やけどしないよね。愛情を注ぐことにより、ポケモンとの信頼関係を深めていく、そういうやり方もありますが、私はこうやって脅迫することにより、あのね、ポケモンの自意識を高めていくというか、そういう育成方法を採用しておりますので、はい。こちらのマリドリ、鉢巻き持ってるんで、悪事でぶっ飛ばせるんじゃないか。いや、無理か。さすがにヒードランレベルの耐久だったら無理か。おい、ドブに沈めると、やけどしたら、オッケー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 、まるまるオケマルピース。そういえばウルトラサンウルトラムーンの予約の話もしたけど、ポッケンとポケットモンスター金銀のバーチャルコンソールバージョンも同時に発売してたんで、まあ、ツイッターで言ったんですけど、ポケットモンスター銀のバーチャルコンソールバージョンをね買ってきました。ポケットモンスター銀、多分ね、僕がね小学2年生ぐらいの時かなに多分発売したゲームなんですよね。って考えると、ワンチャン多分僕の動画見てる高校生とか、多分ハートゴールド、ソウルシルバーはやったことある人いたとしても、多分最初の状態で出てきた金銀、ゲームボーイカラーで出てた金銀をやったこと、まあ、いない人結構いるんじゃないかなと思うんですけど、アクアジェット鉢巻きなんで結構入りましたね。マリルリ落ちる。いや、ここめっちゃ迷うんですよね。あのロトムのオーバーヒートでゲンガー落ちる HP なんですけど、まあ、もし道連れを持ってた場合、ロトムが連れてかれてラス1ルカリオ VS なんかの勝負になるけど、グライオンだったらワンチャン負ける可能性がある。ポリゴン2も負ける可能、いや、ポリゴン2は大丈夫。グライオンとヌオーだったら、ルカリオと1-1になった時に負ける可能性がある。でも逆にヒートロトムでも、じゃヒートロトムの方がダメか。グライオンにも負けるし、ポリゴン2にも勝てない可能性が高い。ヌオーにもおそらく勝てない可能性が高いだろうから、ロトムから入って、ドバヒ外すとだるいからボルトチェンジかな。オーバーヒート外してヘドバケヘドバケとかで処理されるのがだる、この毒。ちょっと待って。この毒結構
あれじゃないか、ダルクならん、ボルトチェンジでルカリオにつないで、いやーここ交代してくるかな。一応バレットパンチっていう先制技があるんだけど、普通に読まれるからな。相手の裏がポリゴン2以外だったらここでリターンしてくる可能性はかなりある。リターンしてきたってことは確実にポリゴン2じゃないな。あ、ヌオはやべえ、ヌオはやべえ。ちょっと待ってよ、考えなきゃダメですね。あのルカリオでヌオを突破するのはいやできなくはないけど、なんかヌオの技構成とか持ち物とかにかなり依存するし、基本的に多分ルカリオ側が不利だから、ここはヒートロトムに一旦交代して毒をヌオーに入れに行きたいんですけど、ここヒートロトムバックでゲンガーに読まれたらだるいもんな。いやでも相…いや違う待てよ、考えろ。相手は多分ヒートロトムが出てきてから毒毒読みゲンガーとかでいいはずだから、ここで速攻ゲンガーにリターンしてくるなんてことは考えづらい。ここロトムに下げよう。ゲンガー出てきたらやばいね。ルカリを下げ、オッケーオッケーオッケー、突っ張ってる、蓄える。まあ、毒入れたら変わんねえからまあいいか。いや問題はここもなんだよな。毒読みでさゲンガー出されたらさ負ける可能性がかなり高くなるんだよな。いやでも相手蓄えるしてるから突っ張ってきてるだろ。くそフェイク、その蓄える積み技はこの安定した交代を繰り出すためのフェイク。これ似たようなことを僕もやるんだけど、あえて積み技を見せて、あの居座ると見せかけて交代するみたいな展開やることあるんだけど、普通に怖いから普通に突っ張ってくると思っちゃいますよね。まだ勝てなくはない。ルカリオでヌオを倒さなきゃダメになっちゃったよ。てか最初なあ、最初だよね。なんかヒードライン読みで、ヒードライン読みっていうか、あのボルトチェンジ打ってたらもっと楽な試合展開になってた気がするけど、まあまあそれは言ってもしゃあないんで、ゲンガー落とす、ヌオー、蓄える型って多分お盆の実なんだよな。オラ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 、お盆の実でここで蓄える。いや無理だ、インファイト急所引かないと勝ち目ない確実に。はい、ムーンさん対戦よろしくお願いします。僕のパテギャルドス止める手段が多分マリルリぐらいしかないんで、まあ、マリルリは投げたいですよね。でマリルリ出すとカプコケイコとかミミカスが多分だるくなるんで、そこら辺のめんどくさいのをまとめて相手できるロトムでマリルリ、まあ、ミミッキはルカリオでうまく対処しましょうということでね、対戦よろしくお願いいたします。最近ちょっと一つ悩みがありまして、なんかお前の声こもってるからマイク買い直せって結構言われるんですけど、僕のなんかそんな声こもってます？聞いてる側からして。多分これでもマイクの問題じゃないと思うんですよね。多分僕が現実世界で喋る機会が着々とあの減りつつあるんで、発音のスキルがさ、その日に日に失われていってるだけだと思うんだよな。マイクの問題じゃないと思うし、前も言いましたけど、僕今使ってるマイク、もうね、4年ぐらい同じやつ使ってるからね、もう思い入れがすごいんですよね。膝打たれるとめんどくさいんで、ヒートロトムの HP 管理は大切にしないといけないから、マリルリチェンジ。剣の前はやばい警戒しなきゃいけないのは、
炎 Z とバトンタッチか。炎 Z はね多分耐えると思うんですよね。そのマリロリ今回かなり防御に振ってるんで、多分炎 Z は多分耐えると思うから、バトンタッチを警戒していきたい。でバトンしてくるとしたら多分ギャラドスかミミッキーだけど、まあ、ミミッキーは馬券をかわすように剥がしておけばまだルカリオでリカバリー効くから、ギャラドスに一番通る技であるジャレツクを打ちます。でこのマリロリこだわり鉢巻きを持ってるんで、ギャラドスが出てきたとしても、まあ、おそらくバッコリ持ってってくれることでしょう。おら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 、オッケー。攻撃力が2段階上がって、ギャラドスはマリルリを各位置で取れる技、まあ、飛行 Z とかだったら話は別だけど、多分相手のパーティーバシーモがメガ進化してこなかったから、このギャラディスがメガ進化ポケモンなんで、多分 Z 落ちじゃないと思うから、ここは突っ張メガギャラディス。ちょっとコーラ飲みます。一番だるいのは滝登りでひるまされること。おい分かってるよな、分かってるよな。よしよし、当てろ当てろ、オッケー、オケまでオッケー。バッシャー、多分バッシャーの攻撃多分何飛んできても耐えるから、じゃれ突っ張れ、飛び膝耐えるでしょ。危なっちょっと待って、あ、これあれか、命の玉バシャーンとかだったら落ちてたんか。割と結構危ない選択だったってことだよね、これ。だってマリルリ失ったら僕バシャーンも突破できない選出してたから、あーまあまあ一つ勉強になりましたね。ルカリオの先生技圏内入ってるから、剣の前このまま突っ込みます。マリルリ強っ A ボタン押してるだけで相手のポケモンボコボコにしてますやん。ナットレイか、裏ヒートロトムとルカリオいるんで、まあ、負けることはないね。対戦ありあり侍、ありがとうございました。